見つかるといいわね。その返しちゃっていいんで。バカだな、あえて時間をかけてんだよ。いいなんじゃねえか、勝ち気な瞳なのさ。若い頃のあいつにそっくりだ。でどうやって稼ぐかだが。ところで梨食べますか。うちの兄貴が話しあるみたいなんすよ。何ナンパってこと。まあそうっす。なんで本人が来ないのよ。いや兄貴シャイな男なんすよ。お断り。手間のかかる女だ。だよな、それでこそ落としがいがあるってのよ。来るよな、待ってるから。じゃあ